と語ろう高校生と河野太郎ということで、今回ですね、高校生が河野さんとぜひお話ししたいということで、この会が実現しました。今日は2日目です。よろしくお願いします。今日来てくださったのは高校生リバースメンターの子どもたちです。群馬県知事 の相談役を高校生がして、高校生が政策提言して、それを群馬県政の中に反映していくというようなプロジェクトで、子どもを基本法ができて、子どもの声を必ず聞くということが各自治体に法律で義務付けられた中で、若者の声をどうやって聞いていくかということを群馬県を先駆けしてやっているというような形でやっています。ではまず最初に自己紹介からしていければと思います、はい、じゃあ高校生の皆さん誰からいきますか。じゃあはい、お願いします。群馬県立中央中等教育学校5年の倉林忠樹と申します。よろしくお願いします。中高一貫なんだ。中高一貫。私は群馬県知事に e スポーツを使って、こうお年寄りも若者も一緒にこう交流できるような、そういったコミュニティを作ってくださいということを提言しました。で、実際にその提言をしたことによって e スポーツの大会を開いてくださって、うん、でその中で、その大会の中でお年寄りとこの若い子がこう一緒にゲームをしたりという場面があったので、非常に良かったなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。群馬県立千代中等教育学校5年の新田拓司と申します。よろしくお願いします。私は、障害を持つ人への支援とか教育について興味があり、活動を行っています。今年はパリパラリンピックが開かれていたりだとか、来年の東京都でデフリンピックという聴覚障害を持つ人のイベントの開催も決定しています。そうした障害に関して、注目が集まる今こそ、障害を持つ人への、支えとかサポートの輪っていうのを広げていきたいなと思い、活動しています。高校3年生で群馬県立吾妻中央高等学校です。群馬ガールズフェスタを群馬県以外でも中でも発信をしていくというような活動をしています。そのアニメの制作ができないかって考えた時に、群馬漫画アニメフェスタ、それを改善することで群馬県がより盛り上がるんじゃないかっていうことで提言をさせていただきました。 S 高等学校2年の戸所萌実と申します。 S 高、N 高等学校と言われます。 S 高ね、はい、それの N、S 高なんですけれども、私自身小学校4年生の時に自律性調節障害 OD っていう病気になりまして、症状の特性上なかなか周りに理解してもらえずに不登校になりました。で、OD について発信するため12歳の時にビジネスを始めて、現在は起立性調節障害の当事者たちの生きやすい社会を作るために活動しております。で、今回は私の学校がネットに強いということもあったりするので、教育と デジタルについてお話しさせていただければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。河野さんもぜひ今日の意気込みとかはい、私は何年前に高校生だったんですけど、高校の頃って箱根駅伝目指して、競争部で陸上競技をやってたっていう、そういう時代でした、はい、だからなんか高校時代毎日走ってたそれしか記憶にないどうですか皆さん、河野さんのしてみて、こう印象とか、はい、群馬県の GMS で、人生部でデジタル関係の展示みたいなのがあって、はいはいはい、それで河野さん のロボットの展示があったんですよ、はいはい、であれを見て、あれから河野さん本人をテレビで見てもロボットにしか見えない。実は今日はロボットです。まず高校生の皆さんからぜひ河野さんにお伝えしたいという内容をちょっと考えてきてもらったので、それをシェアしていただければと思います。私はその e スポーツを使って、こう年齢性別の関係ないコミュニティを作ろうっていうことを考えてました。で、もうそもそもなぜそれに至ったかっていうと、まあ、若者の意見が政治に通りにくいっていうのはまずあるなと思って、その原因が何だろうって考えた時に、今実際政治を動かしている世代と若者との交流がやっぱ少ないのが問題なのではないかなと思ったので、そこでその群馬県が e スポーツがちょっと特化した県っていうのもあったので、そうなんですね、 e スポーツ化が、それは知事の個性かしら。そうだ、e スポーツ化があるんですよ。ああ、県庁もらって県庁もらって若者の意見が通らないっていうのを考えたときに、その学校内でもやっぱ通りにくいなっていうのはあるかなと思っていて、まず一番最初にその政治参加に関して学ぶ場だと思うんですけど、そこでやっぱ生徒の意見が通らないっていうのは、はい、若者の
そのまま成長した時にもやっぱ国政も結局そうだろう、県政も結局そうだろうってなってしまったのかなと思ったので、若者の意見を伝えるためにe スポーツっていうのも一つの案としてちょっと考えていただければなと思います。それはあれ仲良くなっていることによってこう若者の声を聞いてもらいやすくなる。若者からもやっぱ大人に何か言ってた時ちょっと取っかかり壁があるかなと思うんですけど、そこで e スポーツはやっぱ年齢も性別も関係なくみんなが平等にプレーできるものだと思うので、e スポーツっていうものを通じればその壁が多少は低くなるのかなと思うので、それでいいです。結構日本って何を言ってるかより誰が言ってるかみたいなところがこう取り上げられたり評価されたりなんで、こうみんなオンライン上のアバターになると別にいい意見言ってても高校生が言ってますだとなんか高校生が言ってんだろみたいなので終わっちゃうけども、アバターだと誰がどんな人だかわからないから意見で評価できるようなところがあるんじゃないかなと思うんで、e スポーツだと年齢とか全然わかんないもんね。なんかやってたら80歳のおじいちゃんでした結構そういうことだって、フラットなコミュニティを作るっていう意味ではいいよね。今私は日本は障害を持つ人を隔絶してしまっているような社会なんじゃないかなって、大人になれば同じ空間で障害がある人もない人も暮らすことになります、うん、もっと障害がある人への理解とか、あと会話方法とか、大人になった時に同じ社会同じ場所で生活できるような社会の実現っていうのを私はしたいっていう強く思っていて、インクルーシブ教育という障害がある人ない人同じ空間で、授業を受けるようなものを日本でもどんどん進めていってほしいなっていうのが一番の私の考えになります。インクルーシブ教育の大事ですよね。そのやっぱり学校でそういう障害を持っている同級生とどう接するかっていうのをこう考えてやっていると、社会の中でも多分普通にこうどう接したらいいとか、どう必要な時に助けたらいいとか、いろんなことが分かると思うので、多くの人に本当障害あるなしにかかわらず一緒に生活できるよということを知ってもらいたいなっていうのが私の、だから今でも学校の先生が忙しくてっていう中だとやっぱり難しいから、そこにこう余裕が生まれてくると先生もそれこそ障害のある子どもたちに一緒に授業をやりながらっていう、先生の方にも余裕がないとなかなか今の状況でっていうと先生が回らなくなっちゃうってことになっちゃうから、そこはどう先生の余裕を作っていくかっていうのが大事。私はアニメに出会っては今いるメンバーたちとも出会えてないっていうことと、多分今でも引きこもりになってると思ってます。 でも自分がそういうアニメが好きっていう好きを出したことによってそういう関係でつながってると思っていて、好きだからお互いにつながれる、そう思える社会を作りたいって思って。何のアニメを見てそう思ったんですか？支えになってるなと思ったのが鬼滅の刃っていうアニメ。本当になんか主人公の熊本炭治郎、本当に自分と重なる部分、本当に心の弱さが自分と同じ、炭治郎がどんどん成長していくんですよ。で、自分ももしかしたら成長できるんじゃないかな。それ以前はもう本当に自分引きこもりがちとか、本当に友達と話しててもなんか赤の他人としか思えてない。アニメと出会えたからこそ、自分は今こうなってる。へえー、すごいね。鬼滅の刃やるねいろんな作品を紹介したいんですけど、やっぱここで言うとなんかもう一日やったことない足んないねそういうでもアニメ産業をこう海外にやっていくってことも政府としてやられてると思いますけど、そういうこととかは今どうやってますか？いや、外務大臣の時にフランスへ行ってパリの本屋さんに行ったら、もう棚上から下まで一つ二つ全部日本の漫画のフランス語翻訳になっていて、それとかね、キャプテン翼、結構中東のイラクとかあの辺の人なんかでも
してると、あの、なんとかなんとかって言われて、そんなのがよく分かんなかったら、彼女は、あ、それ、あの、キャプテン翼、それを見てるって言ったら、なんかみんな、俺も見てる、俺も見てる、日本が誇る文化だよね。モミーさん、はい、ありがとうございます。デジタル化が進んでタブレットが配布されてると思うんですけど、まあ、タブレットの配布が進んでも活用されないままで、まあ、教員の負担軽減にもつながっていないのが現状。まあ、公約の中でも DX を活用して、で、まあ、教員が子どもと向き合える時間だったり環境を作るっていうのが書かれていたと思うんですけど、実現性がそれがどれほどあって、それが普及するまでどれくらい時間がかかるのか、まあ、あとは地方によってタブレット端末とか DX 化に言えばばらつきが出ているのが現状だと思っていて、そこのばらつきをどう考えているのかっていうのをお聞きしたいなと思って。今、例えば新入生の名簿がその紙で来る。あの、今手書きする人なんていないから、多分教育委員会はパソコンに入力をしてるんだよね。でもそれをプリントアウトして紙で学校へ持ってくるから、学校はそれをもらって誰かが入力をしなきゃいけないっていうバカなことになっていて、だったらメールで送れよとかね、デジタルで送ればいいじゃんっていうのを今やろうとしてたり、高校の入試の時に中学校の先生がその受験の書類を高校へ持っていくわけよ、車を運転して書類で、もうなんか何世紀の話だって、世の中21世紀だぜっていう、でそのために先生忙しいから、そういうものはもうとにかくオンラインにして、なるべく先生のつまんない事務作業をやめようよっていうのが、あの、一つ、これもすぐやろうというんで、もうこれすぐにでもやります。それからばらつきがあるんで、あの、市町村で買うんじゃなくて、もう都道府県でまとめて、あの、買ってちゃんと配れるように、そのレベルで調整をしようと思っているんですね。で、あとはそのオンライン教育をやることで教育のレベルが上がるんですかっていうところはちゃんと評価をしなきゃいけないと思ってて、僕は例えば英語なんかはそのカタカナ発音する先生に英語習ってもうまくなんないから、そういうのはもうだってセサミストリートに始まってネイティブのものってたくさんあるわけだから、それどんどん使おうよと。それからプログラミングとかね、今度 AI とかが入ってくるともう学校の先生では手に負えない。それはもう教え方のない先生にオンラインで教えてもらってやればいい。で、そういうことをやって、そのレベルがどれぐらい上がりましたか、英語のヒアリングがどれぐらい上がりましたかっていうのをやっぱりちゃんとデータを取って、だからデジタルでやった方がいいよねっていうのはあると思うし、教育ってデータが取れるんですよね。その成績数値化できるし、理解力だってどこまで理解してるのっていうのは、そうすると本当はこうやったら理解力が高まった、こうやったらその点数高くなったよねっていうのが、あの、一番わかるはずなのに、どうもそのフィードバックがちゃんとできてないっていうのが残念だなっていうのと、もう一つその起立性の調整障害っていうのは、どう朝起きるでしょ、朝起きるっていうか朝目が覚めるじゃない、そうするとどうなる、朝か体を起こすことができなくて、うん、の低血圧によって頭とか痛くなるだとか、うん、私の場合は重症だったので行けなくて学校に行けないのが 3,4 ヶ月くらい続いて、っていうのがあって、やっぱり勉強の遅れがあったりだとか、あと勉強もやっぱりあのデジタルっていうか、まあ、スマホとかパソコンで自宅で勉強するくらいしかやっぱできなかったです。そこまでは朝目が覚めて時間かければ、例えばオンラインで授業に入るところまではいける。一応人にそれもよるんですけど、うん、できる人もいればできない人もいないんですけど、基本的には夕方にかけて血圧が上がって起きれるようになるので、うん、体調治ったけど行きにくくなっちゃうとか多いので、そこはオンラインにすれば改善される部分だったりってのもあるのかなとは思うんですけど、やっぱり人間関係っていうのはなかなかリアルじゃないと難しいという点もあるので、うん、そこはオンラインっていうものを使いながらどうやってそこの壁
をこう超えていくのかっていうのを今考えていけばなと。ここからは若者の政策についてもお話していきたいなと思いまして、あの河野さんがですね、あの総裁選の中でも今おっしゃられている非選挙権年齢の引き下げですとか、インターネット投票とか、若い皆さんが、高校生の皆さんがどういうふうにお考えなのかということをちょっと聞いてみたいと思います。今いくつ？16歳です。16になりました。18です。お、投票投票した？いや、まだ選挙が来てます。あ、選挙がまだない。投票できるのは18歳だけど、もう立候補も18歳でいいんじゃないかと思っていて、若い人にもっと政治参加をしてもらおうというんだったら、それは18歳からチャンスあってもいいよね。で、今結構 NGO とか大学生とか、それこそあの皆さんみたいにリバースメンターで群馬県に提案をしますっていうんだったら、自分が群馬県議会へ行って知事にこれやれとか予算つけるっていうのができたらいいんじゃないって思ってるんで、年配の方からボロクソに、そんな社会経験ないやつに何ができるんだとかね、若すぎるだろうって。でもそう言ってる人って大体年齢の上の人だから、だから若い人の政治参加ができないんじゃんと僕は思ってるので。賛成は賛成なんですけど、例えばこの前の都知事選あったじゃないですか。あれちょっと高校生の僕から見てもちょっとポスターの写真だったりっていうのが、まあ、その真面目に政治に取り組んでるのかなっていう部分もあって、社会経験のある大人がそうであるやっぱその若い人たちが参加して真面目にやらない人たちっていうのも出てきてしまうのかなと思って、そうした際に真面目にやってる人がこう何でしょう、不利益を被るっていうのは違うかなと思うんですけど、非選挙権を下げることによってその可能性が増えてしまうのかなっていうのをちょっと懸念してるんですけど。でもあれをやってた人は18歳どころかもっと上の人だからその若いから不真面目っていうわけでは僕はないのかなと。年食ってても不真面目な人はいるし、結局若くても年取ってても不真面目な人は選ばれないからいいんじゃないかなと。非選挙権が折れるところで自分たちが立候補できるってなった時に、あの自分の身近にもこういったリバースメンターとか他にも社会をより良くするために行動してる人っていうのは本当にたくさんいるので、そういった人たちが自分の意見を持ってあの社会に問いかけるチャンスができるっていうのは本当に肯定する部分しかないかなっていうふうに思ってます。ただ若者が実際立候補するっていうことになったと、立候補するっていうのが自分はちょっとできるかなっていうのが少し思っているところで、今の学校教育で選挙に参加している人が少ない現状で立候補までできる、そういった知識を蓄え18歳までに蓄えられるっていうのがなかなか難しいことかなってもので、投票率の向上のためにももっともっと選挙に関する政治に関する教育っていうのは深めなきゃいけないかなっていうふうに自分は思っています。教育の話があってましたが、学校内民主主義とかはどういうふうに、学校運営に子どもたちが参加しましょうということを、まあ、フランスとかドイツとかでは法制化してあの子どもの参加っていうのを義務付けたりしてるんですけども、自分が通ってる学校のことを自分たちで決めるっていうのはありだと思ってて、いやいやもう俺は国語嫌いだから国語はやめようぜとかね数学は数2までにしとこうぜとかっていうのはさすがにダメだと思うし、例えばその制服どうしようとか、なんかその自分たちが学校の中で生活するための必要なルールをどうしようかって議論するのは僕はある程度当たり前だと思うし、僕の行ってた中学校はその制服なかったんです。で制服なくてかなり自由だったんだけど、真っ赤なズボンを履いてったら担任の先生に呼ばれて、それお前似合わないよって言われてさあこれはなんかちょっと踏み外したかなと思って一回しか行かなかったんだけど、その後あの高校で毎日学ランでなんか辛いなと思ってたんだけど、僕は辛いなと思ってたんだけど、中には毎日学ラン着てきゃいいんだから楽じゃんっていう人もいて、ああそういうあれもあんだなというのはあったんで、その中で自分たちでルール決めるっていうのは大事なんじゃないかな。
デジタル民主主義についても、うん、その河野さんも賛成というふうにおっしゃられてましたけども、台湾で V 台湾っていうのを使って5000いいね以上集めて、高校生の女の子がプラスチックストローの規制をするっていうのをやったんですけども、うん、5000いいね以上集まったら必ず、政府で審議されるっていうのが自治体でね、はい、そういうのをやったら多分もっとこう手応えがダイレクトにある気がするんですよね。どうしても国だとじゃあ予算どうするのとか、この全国規模になると一つのことをやろうとしても何十億ですっていうと、だけど一つの自治体で例えばこういうことできませんかとか、学校の体育館エアコン入りませんかみたいな、こうもっとこう目に見えるものが提案で動いて実現ができるっていうことが、あ、そんなことできるんじゃんっていうのがあると、なんか政治変えられるよねってみんなが思ってくれるかなと思うので、そういうレベルでどっかやってくんないかなと今正直思ってます。デジタルでなんかできるようになるとまたちょっと変わってきたりしますかね。やっぱ若者に一番身近な媒体って何かっていうと、やっぱデジタル、スマートフォンとかでなると思って、体育館にエアコンが欲しいっていう、多分生徒はほとんどの人がそう思ってる人が多くて、もうそうした場を多分伝える場がないっていうのが一番大きいのかなって思ってるので、デジタル民主主義というか、まあこの伝える場、デジタルで伝える場っていうのはぜひ自治体でやってほしいなって思いました。インターネット投票のことについて質問したいんですけど、インターネット投票の際にちょっと外国からの攻撃っていうのはすごく今心配だなと個人的に思ってるんですけど、そうした際にその何でした、能動的サイバー防衛っていうのが今話されてると思うんですけど、国がこれからどう動いていくのかなっていうのが非常にちょっと疑問っていうか、こう興味のある分野なので。昔は物を取られるものっていうか情報を取られるだけだったのが、最近はその学校だったり企業だったりのオペレーションが止まっちゃう、が今増えているのは、こっそり時限爆弾を仕掛けてそのまま痕跡を残さず帰る、でいざという時に信号を送るとこのシステムが動き出してそのオペレーションを止めます。でそのアクティブサイバーディフェンスっていうのは、その今まではこう来るやつをこう弾き返そうと言ってたんだけど、サイバーって99回防衛に成功しても1回払われるとやられちゃうんで、やっぱりやってるところに行ってこいつを無力化するっていうことをやっぱりやらないとダメだよねというんで、法律を作って、本当にこっちがやられそうな時には出てって、その無力化するっていうのを認めようっていうのを今法律化してます。ただ日本はこのサイバーの専門家の数がまだまだ少ないんで、ちょっとそこをどうするかっていうのはこれ真剣に考えないと、その今警察と自衛隊で一生懸命専門人材を作ろうとしてるんだけど、その民間はもっと高いお金でこれを引き抜いていっちゃうだろうと。だからそこのディフェンスもなんか考えないといけない。最後に皆さんちょっと感想を少し言っていただければと。本当にテレビで見ることしかないから、もう本当にテレビだけで判断しちゃう。でも実際に今日会って若者にチャンスが持てる政治にしようとしてるんだなって感銘を受けて、やっぱり政策っていうものはまあ、あと公約とかもそうなんですけど、やっぱり抽象的なものしか見ることができなかったりとか、動いてる政策が今何があるのかっていうのが一目で見られないっていう現状、まあ、実際どう動いてるのかっていうのを可視化できるような、まあ、社会になっていけたら、もっと、まあ、政治と向き合う時間も増えるのかなと思いました。河野太郎さんの、その、まあ、もともと前からその X とか見てたんですけど、お昼ご飯の写真ちょっと人のいい気のいい人だなと思って前から楽しみにして、こうした貴重な時間を設けていただいて、多分人生でも本当にトップ10ぐらいに入るいい経験だと思うので、ぜひ頑張ってくれと思います。自分は今回このような機会をいただいたんですけれども、正直そこまで政治に関して知識があるっていうふうに思ってもいなかったし、でも事前に政策であったりとか、日本の問題であるとか、そういったところを調べることで、
で個人的に政治に、興味を持つ機会になったと思います。これからもいろんな高校生の意見とかを聞いてもらえると、自分みたいに政治に興味を持ったりとか、自分の意見が通ったというところを経験できると思うので、こういった機会というのは本当に貴重だと思いました。ありがとうございました。岸さんも、一言だけすみません。はい、皆さんが具体的な政策提言をしてくださったっていうのをとても頼もしく思いました。もしかしたら皆さんの中でも政治の現場に入る方もいるかもしれないし、総裁候補になる方もいるかもしれないのでそんな明るい未来を皆さんと一緒に作れたらいいのかなと思っています。ありがとうございました。河野さん、よろしければ最後の皆さん。はい、今日はありがとうございました。この若さで知事のリバースメンターをやっているということ自体すごいと思いますし、群馬県知事って私も大学の時から一緒だったからもう40年ぐらい付き合ってますけど、非常にそういう聞く耳を持っている尊敬すべき先輩だと思っているので、こういう高校生の皆さんとの意見の交換、これからもまた続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで、太郎と太郎、高校生と河野太郎、以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。企業の SDGs、自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、ごきげんよう。